元に5年後、10年後を見た経験をこの試合を通して、はい、することができると、かなりこの1試合で成長できるぞというふうに急遽送り出しましたね。まあ、だからおそらく近い将来アベマと、そしてマージャン界を背負う一人と、おそらく睨んでいるんですね。